アーリー・トランメルは、アメリカ合衆国ジョージア州交部軍、パウダースプリングス出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のシアトルマリナーズ所属。A 級、デイトンドラゴンズ時代2016年の、MLB ドラフト一巡目戦力均衡ラウンド A で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。なお、契約しない場合は、ジョージア工科大学へ進学の予定であった。 契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ビリングス・マスタングスでプロデビュー。61試合に出場して打率。303、二本塁打、34打点、24盗塁を記録した。2017年は A 級、デートンドラゴンズでプレーし、129試合に出場して打率。281、13本塁打、77打点。 41盗塁を記録した。2018年は a 久デートナトーというガスでプレーし、110試合に出場して打率、277、8本塁打、41打点、25盗塁を記録した。また、この年は、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。 2019年は開幕から A 級チャタヌーがルックアウトでプレー。7月にはオールスターフューチャーズゲームのナショナルリーグ選抜に選出された。2019年7月30日にレッツ、サンディエゴパドレス、クリーブランドインディアンス間の三角トレードの一角としてパドレスへ移籍した。2020年8月30日にオースティン・ノラ、ダン・アルダビラ、 オースティン・アダムスとのトレードでアンドレス・ムニョス、タイ・フランス、ルイスト・レンズと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2021年4月1日のサンフランシスコ・ジャイアンツとのシーズン開幕戦に先発出場し、メジャーデビューを果たした。5月13日にジャレット・ケレニックのメジャー昇格に伴い、 オプションで、AAA 級タコマレーニアーズに降格した。ありがとうございます。